ちなみにじゃあ,、まあ新チームとしてさオーディションを受けたわけじゃん受けたその何役か受けさせていただいてそもそもそのなんか、まあ、ABEX さん側というか、うん、パラライサイドから、うん、これを受けてくださいってやつがあったんだけど、うん、なんかあ俺多分これじゃ受からないなと思っておえ<ー> <laughs> 変な話<ー>で別の役それこそみこしばとあと同じチームに買い出しンって あのー、キャラクターがいるんだけど花さんがほうほうあのー、今演じてらっしゃるキャラクターとかをこっちの方がなんか僕やりやすい気がするって思って受けさせていただいてあまマそれはも,もう自分でそ<う>キャラクター設定を読んで読んでこれじゃねっていうのを言ったの、うん、これが僕は受けたいですっていうの多分僕こっちの方がいけるんじゃないかなってこと で受けさせてもらってでも結局そのキャラクターセリフを何個かやるけどはい、はい、歌うのは結局一キャラでしか歌えないじゃん俺はシ「シオン」「楓シオン」で歌ったのよ。ああ<ー>楓シオンが一番なんかしっくりくるかなと思ってえー、すごっ歌ったら後日「その決まりました」って「三輿柴役で」って言われた <laughs> って「三輿柴かい!」ってでも結果蓋開いたらその「 あ俺がう歌ったニュアンスの通りの感じのキャラクターに仕上がってるみたいな感じになってそうそうだからああみこしばぴったりだなって思いましたよはいはいはいちなみにさ課題曲みたいなものはさあ<ー>パ,パラダイカルだったんでしょそれちチームとしてはさあ<ー>ど,どのチームだったかとか覚えてるベイとアカ、えー、んやつらどうしようかなって悩んだけどまあなんだろう声の 歌いやすさというか、うん、そっちがやっぱりあかんや。つらの方が<ー>の歌いやすかったから。まあ頑張らせていただいて、あかんやつらの曲で。あかんやつらのおかげじゃない？<laughs> 違うんじゃない？<laughs> <laughs>